よし、今日はね、ちょっとね、設営の辺から、お伝えできればなと思ってるんですけど、まあ、いつもとね、やることは変わらないんですが、まあまあ、たまにはこの辺から撮るのもいいかなと思って、ちょっと撮ってみようと思います。今日ね、久しぶりなんですよ、本当当分行ってなかったんで、久しぶりのキャンプになるんですけど、まあね、ちょっとリハビリも兼ねてっていうことで、まあ、そんな面倒くさいことはせずにゆっくり行きたいなと思ってます。いつから行ってないんだろう、いつから行ってないかもわかんないぐらい行ってない気がするな。でね、今日実はね、結構大事なもん忘れまして、あのカメラのね、雲台っていうのかな、なんかね、あのカメラに取り付ける、三脚に取り付けるための部品みたいなのがあるんですけど、あまりにね、あの外出るのが久しぶりすぎてそれ忘れちゃったんですよね。ほんとたまにあるんですけど、そういう忘れ物っていうのを今日は忘れてしまったんで、ちょっと結構ね、無理やりな撮り方をしてます。またで、まあそれ以外にもね、まあ家を出てどれぐらいだろう、30分ぐらいかな、30分ぐらい経っていろんなものを忘れてることに気づいて、一回家まで帰ったんですよ。実は家まで帰ってなんかちょっと心が折れそうになったんですけど、まあまあ、でもせっかくね、久しぶりで、こんなご時世ですからね、行ける時に行っとかないと次いつ行けるか分かんないしなっていうのもあるし、まあ、そのね、緊急事態宣言とか出ない限りはやるつもりでいるんですけど、まあ、いろんなことがありますからね、今のご時世ね。よし、こういうのをね、組み立てるのも久しぶりですよ。あ、今日はね、まあそういった理由でアングルがね、いつものようにね、コロコロ変わったりしないかもしれないです。なるべく頑張ってみようとは思うんですけど、まあまあそんな感じでできることをやろう。今日もよいしょ、これでコットができた。よいしょ、今日はローで行こう。ローで、もう虫もいないからいいですよね。虫もいないわけじゃないけど、まあだいぶ少なくなったと思うので、じゃあ今度はですね、焚き火台ですね、焚き火台の準備をしていきましょう。今回もマーグスかな、マーグスの焚き火台なんですけども、このね、風よけをね、以前サンプルでいただいたんですけど、まだ一回も使ってないんですよね。使わなきゃなと思いながらも、このチャンネルをですね、結構ご覧いただいている方はですね、まあお分かりだと思うんですけど、僕がね、そこまで焚き火しないんですよね。絶対焚き火がなきゃ嫌だっていう人でもないので、まあまあ気が向いたらする、寒かったらするっていう感じなんですが、それでもね、このマーグズの焚き火台っていうのが好きで、まあ、何がいいかっていうと、やっぱ設営が簡単ってところかな。どうやるんだっけ、久しぶりすぎて覚えてないぞ。これは間違いないんだよな。で、これをここだよね。ここにセットして、まあ乗っけるだけと、まあ、基本これだけですよね。風吹くかな、吹くな多分これ。
結構今の段階で風が吹いてるので風よけ用意しとこう。でかいっすけどね、でかいけどこんだけあれば十分だろう。よし。ちなみにこちらはですね、ユーラーっていうところの、風よけ、まあ、結構重たいんですけど、まあまあ風の影響をこうやってやっとけばね受けないので、うん、いいんじゃないかなっていうのと、やっぱり汎用性が高いですよね。そこはいいところかなと思う。で今ねちょっと気づいちゃったんですけど、これですね、吸い殻、多分誰かが落としていったか忘れていったかなんでしょうけど、よいしょ、捨てましょう。こういうのはこういうことやるからね、タバコ吸う人のね肩身が狭くなっていっちゃうんですよ。僕もね全然吸う人間なんで、ここに今用意してますからね、吸う人間なんで、うん、ポイ捨てはいかん。ちなみにね今日はまたね、あのさっきのね運台忘れたっていう理由があって、一眼で撮ってます。いまいちまだね分かってないんですよね、この明るさがどうだとか絞りがどうだとか分かってないところがあるんで、ちょっと今日もね見づらい映像になってしまうかもしれませんが、ちょっとその辺をねご了承いただければなと思います。なんかこういうところでね連泊とかして昼は昼で昼寝とかできたら最高なんだろうな。来週は来週でね、あの行ける時に行こうということで四国とか行ってみようかなと思ってるんですよね。しまなみ海道を渡って四国に入って、まあ、高知県の方、何でしたっけ、桂浜とか、桂浜行ったりとか、そうだな、なんかそちらも行ってみたいですね、四万十川の方とかね。昔四万十川の辺にあの海洋堂ミュージアムってのがあって、そこに行ったことあるんですけど、まあまあ、フィギュア好きなのが僕だけだったんで誰も楽しくなかったみたいですけど、そういうとことかも行ってみたいな。なんかこう2泊3日ぐらいで車中泊旅ですか、そういうのも行きたいな。さあそろそろね夕方になってきたんで、ご飯の準備でもしてきますかね。あ、今日はね久しぶりに、キャンプに来たっていうことでですね、ステーキをね行ってみたいなと思ってます。先日ですね100均でまな板ですか、カッティングボードっていうのかな、カッティングボードも買いましたんで、まあ、せっかくだからそれも使いつつ、料理してみたいなと思います。こんなのも買ってきました、バルサミコ酢と蜂蜜ですね、映ってるかな、バルサミコ酢と蜂蜜買ってきたんで、これを使ってですねソース作りとかもね後でやりたいなと思います。ソースって言ってもね混ぜるだけですけどね、まあ、バルサミコ酢も蜂蜜もいいところとしては、一応常温で保存できるんでその辺はいいとこですよね。さあじゃあやっていきますか。とは一応ですね付け合わせも買ってきました。ステーキだけだとねちょっと寂しいかなと思って、アスパラガスと、あとはねクレソンっていうやつ、適当に、あー落ちた、適当に切って、あぶね、こんなもんでいいかな、牛脂でいいかな、牛脂で焼いてそっからステーキも焼いてって感じでいこう。
置いときますか、とりあえず。おお、なんかぽいぞ。こういう時のね、ポテサラがいいですよね。よし、おお、すげえ柔らかい。スーッとね、ナイフが入っていきます。いいなこれ、絶対うまいじゃん。わかりますかね、この柔らかさ。伝わればいいんだけどな。で、このお肉はね、味付けしてません。味付けしてないので、ここから味付けです。塩があって、胡椒があって、そしてさっき作ったバルサミコソースいきます。で、今日はですね、ワイン買ってきました。ビッグバンカベルネソーヴィニヨンメルロチリワインですね。これをね、飲みながらステーキいきましょう。よし、じゃあちょっと端っこからいただきます。ワインが合う。このワインね、確か600円ぐらいだったかな。600円ぐらいだったけど、いいですね、飲みやすい。うめえ。なんと贅沢なって感じですよね。すげえ贅沢な感じがする。ツイッター用に写真撮っとこう。いや、マジうめえな。うまい。やっぱキャンプの醍醐味っていうのは肉ですね。肉だと思う。
肉とお酒、うん、ほんと来てよかったなって感じがするな。なんかあれですよね、その辺にいる人捕まえてこの肉食ってみてくださいよって言いたくなるくらいうまい。やらないけど、僕しばらくねキャンプを自粛してたじゃないですか。自粛してて、まあ当然行きたい気持ちもあるし、あのなんつうんだろうな、このチャンネルみたいなそのキャンプとかそういったアウトドアをね主軸にしてるチャンネルだと、まあ外行かないとチャンネルも維持できないしってのもあったりするんですけど、まあでもそれでもねやっぱりね、あの先月まで出てた緊急事態宣言っていうのは、あの一番最初に緊急事態宣言出たじゃないですか。であれと同じぐらいかそれよりちょっとやばいぞっていうぐらいだったと思うんですよね。どっちかっていうと最初の緊急事態宣言より僕はやばいなと思ってたんで、あの自粛したんですけど、まあでもそれでもね、なんか見てると YouTube でまあそれでもキャンプ行く人とか、あの県をまたいでね移動して動画撮ってる人とかもまあいるわけでね、いや俺そういうのはどうかなと思っちゃうんですけどね、正直なんかぼやきになっちゃうけど、それ今やめましょうっていう方じゃないのって思っちゃいますけどね。でも我慢できてない人いっぱいいたもんな。まあそういう人とは仲良くなれないなと思ったりするけど、いやそういうこともあってのね久しぶりのキャンプなんで、やっぱステーキですね。ステーキもうまいし、うん、のんびりできるし、来てよかったな。じゃあそれではですね、次の料理行ってみたいんですが、料理というかねこちらです。いわし明太。山口県とかね福岡県に住んでる方はこれ結構ね馴染みがあると思うんですけど、あのイワシがありまして、イワシのお腹の中を裂いてですね、まあ頭も落としてるんですが、中身というか内臓ですね、内臓の部分に明太子を詰めたものになってます。結構ポピュラーなものなんですけど、関東の人とか、関東より上の人とかはどうだろう、知ってるのかな。まあとりあえずこれをね焼いてみたいなと思います。まあ、ただ単純に焼くだけなんで、まあ、何も難しいことはないんですけど、夜になったらねさすがに寒くなってくるんだろうなこれ。今はね全然大丈夫ですけど、季節の変わり目ですからね、もうちょっとするともっと過ごしやすくなるとは思うんですが、まあ、真夏と比べればねすごい過ごしやすくなりましたよね。今日はねライブ配信やるつもりだったんですけど、なんかもっとゆっくり楽しみたいな、ライブ配信とかするより。結構ねあのお土産物屋さんで売ってるイワシ明太っていうのはこんなね立派なやつはなかったりするんですよね。だからあ珍しいなと思って今日はちょっと買ってしまったんですが、
いまいち焼け具合が分かんないけど食べてみましょう。ちょっとうめえ。焼けてると思うんだけどな。まあ細かいこと気にせず食べよう。うまい。いいっすね、こういうなんかおつまみ系のものを飲みながら食べるっつうのは醍醐味だな。わあ、うめえ。今週末にね、うちの真ん中の女の子、ミニーちゃんいますけど、ミニーちゃんのね友達家族と一緒にね初めてキャンプ行くんですよ。まあ、あの他の家族はねキャンプしたことなくて、まあ、どんなもんかやってみたいっていうこともあって、一緒に行こうってことになったんですけど、まあ、ちょっと子供たちでねカレー作らせたりとかしてみたいなと思ったりしてます。全部ね大人がやった方が早いし楽ですよ。楽なんだけど、じゃあそれがね子供が行って楽しかったと思えるのかっていうと、まあ不便なだけですよね。寝るのも寝にくいし、でそんな感じだと多分もうキャンプとか行きたくないっていうか、そんな感じになっても嫌だなと思ったんで、なるべく子供たちでねできるところはやって、まあ料理作ったりとか焚き火したりとかやってもらって、なんだろうな、キャンプだからこれしなきゃいけないとか、あのこれがないとダメだっていうのは全然ないと思うんで、まあとにかく自然の中で遊んで自然の中で寝る、家じゃないところで遊んで寝るみたいな、なんかそういうのを多分自然と学んでくれると思うんですよね。なんか説明はいらないと思うんですよ。あの僕もあんまり説明したことないと思うんで、まあ、勝手に学んでくれたらいいなと思いますね。それでまたね一緒に行きたいってなれば一緒に連れていくし全然。まあやっぱ大人より子供ですよね。子供がなんかこうまあいい思い出になってくれたらいいなっていうのもあるし、特にあのミニーちゃんなんてのは女の子なんで、一緒に行く子は男の子なんですよ。二家族いるんですけど両方男の子なんで、まあそれもねいつまで一緒に遊ぶか分かんないから、まあ今のいいうちにこうなんか思い出作れたらいいなっていう感じですかね。火はねやっぱ怖いもんですけど、怖いけど綺麗なんだよな。だから楽しいんでしょうね。さあということでですね、今回は、久しぶりのキャンプやってみましたが、まあキャンプっていうのはいいもんですね。キャンプだから何をするとか、キャンプはこうじゃないといけないとかじゃなくて、まあ好きなように楽しむのがやっぱ一番いいっすよね。酒飲まない人は飲まない人なりの楽しみ方っていうのが絶対あるだろうし、本当自分の楽しみ方次第ですよこういうのは。
いやでも本当ね、緊急事態宣言の中でキャンプをしなかった自分を本当に褒めてやりたい。まあ今後もですね、まあ来週ぐらいに、まあ、先ほど言ったようにですね、四国とか行ってみたいなと思ったりしてるんですけど、まあまあそういうのも含めて、まあできることをやるっていう感じなのかな。当然無理もしないし、こう身の丈に合ったことをやろうかなと思ってますけど、いやちょっとね、思うところがあったりするんで、どうしてもちょっと愚痴っぽくはなっちゃいましたが、まあまあまたね、ぜひ見てみてください。ということで、この焚き火が終わったら寝ようと思います。朝になりましたんで、これからですね、昨日の焚き火の後片付け、これをやっていきたいなと思います。焚き火シートをやってるので、まあ下は当然無事です。まあ、高さもありますからね。で、あとはこのキャンプ場は炭捨て場があるので、炭捨て場に、この灰を捨てに行こうと思います。